後ろは、アルシアーズ・ジョン・コーネリアス、ジョニー・ホッチスは、アメリカ合衆国のアルトサックス奏者、デューク・エリントン・ビッグバンドでのソロ演奏で知られる。長らく、サックスセクションで一番アルトを吹いたが、1932年から1946年は、夫をハードウィックが主席だった。ホッチスは、ソプラノサックスの花形でもあったが、 1946年以降はソプラノを吹かなくなった。彼はベニー・カーターと共にビッグバンド時代の絶対的なアルトサックス奏者と目されている。彼はロイド・スコット、シドニー・ベシェ、ラッキー・ロバーツ、チック・ウェブなどのもとで活動を始めた。1928年にエリントンがバンドを拡大しようとした時にクラリネットのバーニー・ビガードがホッチスを推薦した。 彼の演奏はエリントン楽団の個性になった。1951年から1955年はエリントンから離れ自身のバンドを弾いたが、1956年のニューポートジャズフェスティバルでエリントン楽団が華々しく復活する少し前に戻った。手前右に立っているのがホッチス。その右隣に座るローレンス・ブラウン。その右が ジャンゴ・ラインハルト・マサチューセッツ州・ケンブリッジ生まれ、バージニア州出身のジョンとケイティ夫妻のもとに生まれた。すぐに、家族は、ボストンのハモンド通りに引っ越し、4歳年下のバリトン・サックス奏者、ハリー・カーネー、サックスのチャーリー・ホルムズとハワード・イ、e ・ジョンソンと育った。最初の楽器は、ドラムスとピアノだった。母親は熟練したピアニストだったが、彼はほぼ独学だった。 ピアノの腕前が上がると一晩8ドルのギャラで個人宅のダンスパーティーで演奏した。10代でソプラノサックスを始めた。この頃ウサギというあだ名をもらった。100ヤードのかけっこ競争で保安官たちに勝ったからだという。彼はレタストマトサンドイッチをウサギのようにかじっていたので自分のことをウサギと呼んでいた。1920年にボストンのあるバーレスクホールで ジミー・クーパーのブラックホワイトレビューが行われ、シドニー・ベッシェがクラリネットを吹くのを目撃した。ホッチスの姉はベッシェと知り合いになり、ホッチスは自己紹介してマイ・ハニー・エス・ラビン・アームスを演奏した。ベッシェは彼の演奏技術に感銘を受け、演奏を続けるように激励した。ホッチスはボストン周辺で鳴らすようになり、1924年ニューヨークに引っ越した。 演奏中、ホッチスとエリントン、ドイツ・フランクフルトにて、1928年にエリントン楽団に入った。彼は、1938年のベニー・グッドマンの伝説的なカーネギーホールコンサートで演奏したエリントン楽団メンバーの一人だった。グッドマンは、これまで聴いた中で彼は、最も偉大なアルトサックス奏者だねと言った。チャーリー・パーカーは彼を、 アルトのリリー・ポンスだねと評した。エリントンは、楽団メンバー専用に曲を書いており、ホッチス用の曲は、コンファブ・ウィズ・ラブ、ジープ、エス・ブルーズ、サルトリ・サンセット、ホッチ・ポッチ、フィネスなどだった。エリントン楽団が録音した中で、ホッチスのスムーズなアルトサックスサウンドを聴けるのは、他に、マゼンテ・ハゼ、プレリュード2、エーキス、ハウペ、それに、 逆らいが巧みだらなトレモロをフィーチャーし、誘惑的でお尻を揺らす、フラーティバードもある。また、スター・クロスト・ラバーズ、アイ・ガット・イット・バット、ブラッド・カウント、バッション・フラワーなども同様。彼はブルースでもバラードでも純粋なトーンを出し、切り詰められた旋律を演奏したので、ベン・ウェブスターや、ジョン・コルトレーン、ローレンス・ウェルクまで、あらゆる時代の、あらゆるスタイルのプレイヤーから尊敬された。 長いビブラートや連続音に滑り込む彼の個人にはしばしば模倣された。エリントンの曲名にあるように彼はジープというあだ名も頂戴していた。ウサギの方に関してジョニー・グリフィンは彼はウサギみたいだった。あんなに美しい音楽を演奏してるのに顔には何の表情もなかったんだからと発言。デューク・エリントン・コペンハーゲンパーツ 1&2 というビデオで ホーチスの演奏を目と耳で体験できる。最後の演奏はトロントのインペリアルルームで行われ、それから一週間もしない1970年5月11日に心臓発作で死んだ。司会員でのことだった。最後の録音はアルバムニューオリンズ組曲。彼が亡くなった時、アルバムは半分が完成したところだった。エリントンの賞賛、世界で最も生き生きした。 ショーマ漫とか、最も偉大なステージパーソナリティとかでは、決してなかった。でも音色が、本当に美しくてね、時に涙が溢れてくるくらいだったよ。それが、ジョニー・ホッチスだった。いや、それが、ジョニー・ホッチスの今なんだウィズ、ビリー・テイラー。ありがとうございます。